こんにちは、ゆかです。ホワイトクリスマスを使ったソロギター講座第5回目最終回を今日はやりたいなと思います。はい、最終回なので今日の講座が終わったらもうこの曲を1曲通して弾けるようになるっていう感じなんですけれども、はい。で、今までやってきたのは、1から4までで、1番の部分を全部やってきました。実は2番はですね、半分以上が1番と同じメロディーになっておりますので、なので、今まででやってきた部分を、半分以上また同じのを弾いていただいて、で最後の方がちょこっと変わりますので、その部分を今日はやっていきたいなと思います。ではまずは、1番と同じメロディーの部分を弾きたいんですけれども、同じとなっております。で、この後がちょっとだけ違いますので、今から、順番にやっていきましょう。では、はい、違う部分なんですけれども、その後の、ブライトブライトっていうところが、違いますね。そこからが違うんですけれども、コードは C メジャーセブンスのコードです。はい。で、C メジャーセブンスのコードで、そのブライトっていう、メロディーは、ソの音となっております。はい。では、まずは、オーソドックスな C メジャーセブンスの押さえ方をしていただいて、はい。普通の C の、この2弦の1フレットが、なくなっただけ。はい。この指を溶かしただけ。はい。これが、オーソドックスの C メジャーセブンスのコードなんですけれども、これを弾きながら、メロディーのソの音を弾きたいので、ソの音をこの余っている小指で、この1弦の3フレットを押さえていただきたいなと思います。はい、はい、こんな感じで、今まで何度も言っているようにベース音とメロディーだけでももう曲は成立しますので、ベース音5弦と1弦だけでも OK ですし、はい、他の弦の部分を弾いていただいても、この C メジャーセブンスのコードトーンですので、変にはなりませんので、お好みで弾いていただきたいなと思います。はい。で、次なんですが、 C マイナーのコードで And May っていうところですね。はい。で、ここなんですけれども、ここって結構曲の終わり際でちょっと感動的な場面だなって私は思うんですね。なので、私のおすすめのやり方なんですが、その前からちょっといくと、みたいな感じで、はい、もし楽譜に書くとしたら、リットっていう文字とか、フェルマータっていう、記号とかを書いたりする感じの、ちょっと見せ場なので、こう、ゆったり弾いて、で、この C マイナーのこのコードをジャラーンと弾いた時にも好きなだけ伸ばして、で、その後、で弾く感じが私はおすすめだなと思います。はい、もちろんお好みで OK なんですけれども、ちょっと曲の最後の部分ですごい見せ場な部分だなと思うので、こうたっぷりゆったりと聴かせるのもいいんじゃないかなと思います。で、ちなみに今このジャラーンってる時、こういう風に弾いたんですけれども、ここでちょっとね、あのアップストローク、ここでちょっと今ここでちょっと下から上に向かってこうってやって、やるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますね。みたいな感じで、はい、やっていただくのもいいんじゃないかなと思います。もちろんお好みでやってみてください。
はい、あ、でそこのメロディーの、and main のところなんですけれども、ソが、3弦の開放、そしてラが3弦の2フレットを、押さえてください。 and main っていう感じで、はい。で、次の部分なんですが、Bm7th と E7th っていうコードが、一小節に2つコードがあって、でメロディーが CC っていうメロディーなんですけれども、はい、まずは Bm7th のルート音はここですね。5弦の2フレット、ここを押さえて、でメロディーが C の音なんですけれども、C の音は2弦の開放ですね。なので、5弦と2弦を同時に弾くと、はい、これだけでも OK です。そして次が E7th で、メロディはまた同じ C の音となっております。 E7th のベース音は6弦の開放ですね。なので6弦の開放と2弦の開放を同時に弾きます。はい、これを続けてやると、はい、っていう感じになっております。で、これでももちろん OK ですし、もうちょっと余裕があるなっていう方は、前回お話しした、Bm7th の押さえ方、はい、こういう押さえ方の小指を外して、はい、はい、こんな感じで、弾いていただくのでも OK です。そして、E7th もですね、余裕がある方は、まず普通の E7th の押さえ方をこう押さえていただいて、でもうこの押さえ方の中に、メロディーの2弦の開放、シの音がもうこの押さえ方のままでも鳴らせますので、2弦を一番高い音にして1弦を弾かないでジャランと鳴らしていただくのでも OK です。はい、みたいな感じですとか、はい、今ジャランって鳴らしましたけれども、ちょっとアルペジオにしてみたいな感じにしても、はい、その辺はお好みで OK です。はい、では次はクリスマス B のところをやりたいなと思います。はい、コードが1小節に2つ Am と D のコードが入っています。ではまずは Am のオーソドックスな押さえ方をしていただいて、でもうこの押さえ方の中で、メロディーのミの音、1弦の開放、はい、もう1弦は何も押さえてなくて開放になっておりますので、1弦をそのまま、はい、弾いていただくのと、あと Am のベース音は5弦の開放ですね。はい、はい、この5弦と1弦の開放だけでも、ベース音とメロディーだけでも OK ですし、他の弦を弾いていただいても、この Am のコードトーンですので、みたいな感じでもお好みでどちらでも OK です。でこの次がちょっとこの曲の中でちょっともしかしたら一番難しいところかもしれないんですけれども、低い F シャープの音を弾きたいんですね。で低い F シャープの音って実はこの辺だけで言うと、もうここにしかないんです。はい、ここ一箇所のみです。はい、これは、4弦の4フレット、この場所にしかこの音はないんですよ。なので今までここで Am をこの辺で押さえてたんですけれども、ここを次は弾きたいわけです。でって考えた時にどうしたらいいのかと言いますと、このオーソドックスな Am のこの押さえ方を今している中で、この中指を使います。はい、中指で今押さえてるのは2フレットの4弦を押さえているんですけれども、ここを使います。でまずはちょっと中指以外のこの2つの指にはちょっとどいていただいて、はい、中指だけを押さえている状態にして、でこの中指をですね、グーグーグーっとこう2フレットずらします。はい、すると、この F シャープの、クリスマスマースの部分が、鳴るんですけれども、ちょっと続けてやるとみたいな感じになるんですけれども、ここで、もちろん今の感じでも OK なんですが、余裕がある方はっていう感じで、
スライドをしていただきたいなと思います。めっちゃゆっくりやると、はい、まずはじゃらーんと弾く、じゃらんじゃなくても5弦と1弦だけでもいいんですけれども、でこの指を、中指以外を外す、で、右手で4弦を弾く、弾いたらすぐにスライドっていう感じでやっていただきたいなと思います。はい、っていう感じで、ちょっと難しいんですけれども、ちょっとこれができたら、おなんかかっこいいなみたいな感じになりますので、ぜひ練習してみていただけたらなと思います。はい、で、その次は D のコードで、でまた同じこの低い F シャープの音となっております。でここで D のベース音を弾きたいなって思うんですけれども、 D のベース音って4弦の開放ですよね。でも、4弦のこの場所をメロディーで今弾きたいわけです。そしたら、どうしよう、弾けないって思うんですけれども、実はこの薬指でここを押さえますと、ここにもレの音が入っています。はい、なんでここにレの音があるんだって思うんですけれども、実はD のコード、こういう押さえ方の他に、こういう押さえ方ありますよね。はい、こういう押さえ方の時って、ここが、ベース音ですよね。はい。なので、ここもレの音なんです。はい、4弦の開放もレの音だし、5弦の5フレットもレの音。同じレの音。はい、同じですよね。はい、同じ音がしますよね。はい。なので、感じで弾いていただきたいなと思います。はい、ちょっとここ今かなり難しいことを言っているんですけれども、これができるとかなりかっこいいですので、ぜひ練習してみていただきたいなと思います。はい、で、ここまでできたらもう最後に、ホワイトのところを G のコードでその音を弾くだけでもう終わりです。はい、そこはGのオーソドックスな押さえ方していただいて、でその音は3弦の開放の音です。はい、なのでベース音と3弦の開放だけでもいいですし、他の5弦4弦も弾いていただいても、はい、こんな感じでもお好みでやっていただきたいなと思います。はい、これで1曲丸々全部が終了いたしました。はい、で、今からちょっと大事なお話をしたいなと思うんですけれども、終わり良ければ全て良しっていう言葉がありますけれども、曲の演奏も本当にそうで、一番最後の最後の一音ってすごい大事ですので、一番最後の一音までかっこよく終わらせていただきたいなと思います。はい、こう実際に演奏して披露するときに、はい、みたいな感じで、こうね、最後の一音が鳴ったのがこう、だんだん小さくなって消えるまでしっかりこう丁寧に弾くみたいな感じで意識していただけたりですとか、で今のはもう普通にジャラーンって弾いて最後終わったんですけれども、ちょっと終わり方もいろんな終わり方がありますので、みたいな感じですとか、はい、みたいな感じで、最後のこのワイトっていうのを弾いた後にちょっと他の弦を、弾くっていう終わり方ですとか、あとはですね、ちょっとコードを変えてみてもいいんじゃないかなと思います。
とはですね、はい、みたいな感じで、ちょっとなんか、ジングルベルをね、ちょっと最後に、ちょっとだけ弾いちゃうみたいな感じの終わり方なんかもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、この辺はお好みですので、いろいろとやってみていただけたらなと思います。というわけで、全5回になりました。ホワイトクリスマスを弾いてみようっていうソロギター講座、ご視聴くださり、本当にありがとうございました。ぜひぜひ、クリスマスまでに練習していただいて、はい、でまあ今年のクリスマスじゃなくてもね、ちょっと今から練習して来年のクリスマスのためにっていうのもね、いいんじゃないですかね。はいそんな感じで、ぜひコメント欄で弾いてみたよとか、ここまで練習したよとか、そういうコメントをいただけると、私もあ、このホワイトクリスマスのギター講座やって本当良かったなって、すごい嬉しいですので、ぜひ、そういったご報告もお待ちしております。ではでは、本当にありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。